大仙沖国立公園は、鳥取県、島根県、岡山県の3県にまたがって所在する国立公園。もともとは1936年2月1日に、とわら国立公園、吉野熊野国立公園、富士箱根国立公園と共に大山を中心とする、限られた地域が指定されたのが始まりである。面積は69,410.5ヘクタールで、陸域では、 国有地、公有地が半分近くを占める。大山や昼前、三辺山などの山岳景観と島根半島、沖島などの海外景観との調和が取れた公園で、山陰の中央部を代表する継承地が集結している。大山沖国立公園は、大きく分けると、の4カ所に分かれそれぞれ個性が異なっている。大山、三辺山、昼前大山最高峰。 国境海岸マ天岳、日尾岬、西の原から見た三部山。三部山は、約4000年前に、最後の活動を行った火山で、活火山に指定されている。山体は、カルデラ地形とその内側の男、ミカメ、ジョミカメ、マゴミカメ、コミカメなどの溶岩延長級群で構成されている。古来より信仰の山として知られ、出雲国風土器にも、佐ヒメ山として、 が登場する穏やかな山陽を見せまた自然の船林が見られるありがとうございます